あ、これやりたいんだよね、私やりたいんだけどね、やってみたい。奇跡。これもやりたいの、やりたい曲いっぱいある。みんな教えてくれる。ありがとう。こうやったことないな。ロマンス一回こうやってた。その時覚えた。これもないな。あ、これは最初にこうやった。これ日向の通り。やっとくよ。私が踊ってる曲。これは矢倉風子さん。この曲好きだったな。これはね、私ね、なんだよ、プリング…え、これはないな。この曲は好きだけど、これ楽しいね。うわ、どこなの。むずいね。あ、でもレイさんの卒業公演でやった新潟新潟新潟ってやつ、これ何の曲？聞いたことあるよ。すごくいい曲だよね。最近だと二十歳の公演でやった。これ握手会の曲じゃん。ありがとう、ありがとうってやってるバック。夢のルート、なるほど。これはね、行ったことあるよ。こういう感じだよね。中的な。これはマジスカ、マジ無理
能舞台の踊った。練習終わったかな、みんなできたかな。明日はですね、20分を9回の枠にして7時半から24時までのスケジュールです。こんな感じ、まだ途中までしか書いてない。って感じ、ありがとう。3週が朝1回で2週が8回2、4、6、19週です。でも難しい、とても難しいです。次の配信前までには完成させて発表します。観客も好きだよ、こちらこそ。10巻終わった、ありがとう。手筆かとみみちゃんを見て好きになった。本当にありがとう。いつの手筆だろうか。この曲もいいね、サプライズおめ確かに私はあんまりわからないけど、次がラストですね。皆さんお疲れ様です。ちょっと頑張ろう。これは他のコンサートでやった。熊とは二人もありがとう。
嬉しい。頑張ります。いいね、曲を流しながら。最高10個ありがとう。すごいいい感じ、ありがとう。みんなが喜ぶこれのさ、こじはるさんの卒業、あのこじ祭りの時面白くなかった？本当に面白かったんだ。わかるかな？ちょっとわかる人には面白い。違う、これじゃないわ。あ、これだ。そう、まゆさんが、高見田さんが登場してこう来ると思ったら、まゆさんが横から来て、まゆさんと二人で歌って、この曲もいい曲だよね。高いね、すごい高い曲だね。めっちゃかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。なんかだんだん分かんなくなってきてる。聞いたことない。知ってる人すごい。これわかる。彼女か。おう。公園でやってます。これはなんか歌った気がする。単独コンかな。めっちゃ怖い。あ、リエさん卒コンかな。こうやってるうちにあと1分になっちゃいました。次はラストです。皆さんよろしくお願いします。あとでマロン連れてきます。はい、じゃあこの辺で。また次の配信ラストよろしくお願いします。みんなありがとう。バイバイ。